She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. Even though she drives me crazy, I tell everyone that's my baby.ここが今回のカフェのスペースなんで、ハンガーラックだったりとか、そういう会場にないものをお借りしています。今日さっき、すごいトラブルがいっぱいあって、また後で喋るんですけど、ちょっと、とげてる私たちです。いや、勉強ですけど。トイレしたい。トイレしたいから、段ボール先に入れてほしいだけや。さっきもトイレしたいって言っとった。石川からわざわざ来てくれました。開けます。あ、ごめん、ありがとう。今お世話になってるパン屋さん、ジュエリーとかの金魚だったり箱だったりを作ってくださってる会社さんのお花をもう事前に入れてくれとって、ありがとうございます。さっきも2時間前からオフィスからこっちに持ってくるっていうのをやっとってんけど、この手袋の存在知らんかったから、ダンボールアレルギーみたいな。力持ち。My mental. She got a body like. Oh, okay. 久しぶり。久しぶり。コージくんがスケートで来てくれることになりました。はい、最高コージです。そして某テレビ局の、はい、ディレクターをやってます。ディレクターさんが来てくださることになりました。はい、お願いします。お願いします。今日も力持ちってことで呼ばれた、ね、力持ち二人が筋肉採用ってことですか。筋肉採用で来ました。完全にめちゃくちゃありがたい。いやでも聞いてください、相談があるって言われて、なんかちょっとかしこまったことなのかなと思って、ちょっと一瞬不安になったりましたけど、でどうしたの、わかんないけどどうしたのって、それでなんかちょっと悩んでんのかなって送ったら、うん、力仕事を追ってその後来て、クソやられたって。こんな豪華なゲストをね、そんな風に扱わせていただくなんて恐縮なんですけど、適材適所、筋肉採用頑張ります。よろしくお願いします。来てくれることになりました。みんな筋肉採用です。なのでここを開けっぱにして、こっちは drives me crazy. I tell everyone that's my baby. So let's try to keep this tempo. We got love. 大学で唯一の一番仲いい友達か。唯一の。嬉しいくせに。でこの間さ、シュータがさ、なんかその黙って予約してくれたじゃん。で、今回のポップアップ。 She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. はい、ありがとうございます。 Yeah. 意外と違う仕事があっという間に終わっちゃって、何をお願いしようっていうので焦ってます。終了しました。おっためっちゃ良かった。ありがとうございました。もう近い仕事ちゃんとしたい。役割全うできた。全うできた。もうあとは荷物を自分たちで入れて、給水道だから
疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう、本当に。元気に全然。全然。頑張ってください。一日頑張ってください。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。She drives me crazy. I tell everyone that's my baby. So let's try to keep this tempo. We got love on every level. Even though I drive you crazy. I actually want to go to the side of the door. I'm not使って
余ったのを、もし間に合わなかったらうちに住んでしまう。あ、大丈夫です。気をつけてね。はい、気をつけてね。すみません。お疲れ様。まだ終わってない。朝に残したタスクがいっぱいあるんですけど、皆さんのおかげで初めてにしてはいろいろ詰め込んだりとかできたんじゃないかなと思ってます。ドキドキですけど、3日間なんとか温かい気分を持っていただけると嬉しいです。浩二くんもしっかり、そしてお友達しっかり、みんな助かりました。ちょっと途中でスタッフのゆきこちゃんの涙もあり、私もつられそうでしたが、自分を励ますようになんとかなんとかなるようしか言えなかったですね。もっと人の助けになるような言葉が欲しいですね。私が好きな言葉は、とりあえず今日のことだけ考えましょうっていう言葉が好きです。明日のこととか考えるから不安になるんですけど、とりあえず今日頑張った、とりあえず今日頑張ろう、明日のことは知らんって慣れたら結構心が軽くなるっていうのを友達に教えてもらったことがあります。結構聞き上手な友達、そうやっていい心のインフルエンサーにもなれたらいいなと思います。ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。楽しみなんだけど、どうにか満足してもらいたいって気持ちが強くて、せっかくやるからにはこっちも 100% の気持ちでねお届けしたいので、なかなか妥協できず、ぶつかることも多々あったりとか、一番最初の時になんとなく口頭でね、これ OK あれ OK っていう話があって、でなんとなくノートでこうテキストね、なんとなくこれこうですよね、あれですよねっていう話してても、もうやっぱ当日にはいや、そこはこういう認識だったっていうね、違いはあるもので、今回で言うとこっち側の絵が 2,3 千万する絵だったみたいで、ちょっと大家さんからあそこは届かせないって話を今朝伺って、あ、じゃあ写真貼れないって思ったんですけど、でも、まあ、すごいね、動物のとこもそうだし、こんな風にこんなに見てくださってるし、ありがたいことには変わりないです。もう次からというか、売り切れのところって頭の部分にいかに具体的にやるに越したことないなって、ここ最近思うことが本当に多いですね。至らないところを見つけてブラッシュアップしての日々です。勉強の日々です。本当にひよっこで支えられてもらってばっかりなんで、そんなこともすごくありがたいですね。それでも最終的にはね、みんなで笑顔に終われることを目標にって思ってるので、何かできることないかなのスタンスです。常に頑張ります。すごく父も最後まで足痛風で痛いのに頑張ってくれて、なかなかね、テレビで両親のありがとうって言えないですけど、帰って伝えたいと思います。伝えられるかめっちゃこぼしちゃった。長くなっちゃいました。みんなも無理しすぎず、今日なんとか頑張ろうと思って頑張りましょう。そして楽しみやな、明日、明後日、明後日。